だった、あ、あれかか、お、食った食った、オッケー、食いました。あら、これはちょっと、あー、お、いやいや、タイだね、これ。あ、いいタイ食った、おい、タイですよね、ほらほらほら、タイくんちゃん、あらー、よし、おう、おう、おう、よし、じゃあ、あ、魚いるね、最地近場のシャロー行ってみます。水深がまあ20ですね、駆け上がりですね、溝みたいな感じです。セッティングは、60g の海湯さんヘッドで、フェイトでちょっと流してみます。風が少ないんでいい感じに、あー、でもこれ潮がちょうど喧嘩するとこか、思うように流れない方向かもしれないな。 0.3 ノット、水温 17.4 度、結構下がりましたね。ちょっと2週間ぐらい釣りに行けてない、空いたら結構水温下がってますね。前回は20度はあったと思うんで3度近く下がってると、3度ぐらいかな、下がってるという感じですね。まあでも2週間で3度なんで、まあまあまあそんなもんかな。ちょっとやっぱ潮が動くとこ行きましょう。 2.2 ノット、バチバチに流れてますね。さあ、魚いてくれると楽なんだけど、はい、60g セッティングな感じ。駆け上がっていきます。 40m、 ちょっと深いところ入れてます。ちょっと魚体反応はいまいちだね、どうかな。ますけどね。あ、魚出だした、魚ちょっと出だしたので、この辺で食わないかな。水温 18.1 度、まだ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 全然高いんで余裕ですね。魚の活性は高いと思います。高いというか、あの、動けなくなるような感じじゃない。コミか、コミの塩か、どこかな。ちょっと反応がないな。まあ潮が速いんで張り付いてるから、魚体反応なくてもね、頑張ってやってみての結果で判断しないとダメなんですけどね。いや、今追ったな、追ったね、今追ったね、いるな。追ってるよね、追ってるね。平らばきに食わん、あー、なんか背の際に魚いますけど、食うかな、食わないか、食わんな。なあ、待てよ、かかってほしいな。背のトップだけコロラバしてみましょうかね。
してみましょう。伸ばしてこの背の裏をね、裏にコロッと転がして、そこに魚がいてポッと食ってくれるっていうことが起こらないかなと期待してますけど、今日は寝かかったんやけど、ああ外れた、危ねえ、なんか寝かかるんやね、砂のはずなんだけどね、怖いわ。石かなんかがあるのかな、多分間に挟まる感じになるのかもしれないですね、うん、多分そんな感じ。危ない危ない、あ、針伸びてる、針がかかるのか、そうなんだ、なんかちっちゃく、まあ、よく帰ってきてくれたよ、よかったよかった。よいしょ、どうしようかな、セッティング変えてる間にいいとこ過ぎちゃうから、とりあえずスピニング入れてみるか。いけるかな、35g で。ちょっと水深が 20m か。食いました。あら、これはちょっと、あー、お、いやいや、タイだね、これ。あ、いいタイ取った。オッケー。終わった。終わった。リーダー入ったわ。おい、タイですよね。ほらほらほら、タイくんちゃん。あらー、よいしょ。よっこらしょ。おう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 。よいしょ。はい。よいしょ。やったー。よいしょ。はい、ナイスサイズですね。よいしょ。中層まで結構追いかけてくれましたけど、よいしょよいしょ、いや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 、よかったよかった、とりあえず1枚取れました。2週間ぶり、あー、いい食い方して、こういうかかり方してるからなんか変な引き方になってたんだね。よいしょ、はい、よいしょ、ナイスサイズですね。こうリアにかかったんだね、先に。で、反転して、フロント側がこんなところにかかっちゃったんで、なんか、すごい重かったです。横向いたんでね。魚が横向いたんで、重かったかな、ということですね。はい、ということで、よいしょ。はい。はい、スイッチ 35g。まあ、スモールベイトなんでしょうね。に、結構なサイズのタイ君です。歯が結構ギザギザなんで浮いてる何かを食べてるっぽいですね。めっちゃ元気やなこいつ。はい、ということで、ね、こんなちっちゃなセッティングですけど、でもかかってたのは多分先かかったのがリアなんですよね、うん、だから後ろから追いかけてきてふわーっとこう噛みついてるんですよね、うん、あのサイズだとね、回り込んで前側で食いそうなもんですけど、そうでもないという感じです。よし、じゃあもうちょっとやってみましょうか。大場所はでかいのが食うね、うん、おった、おお、おった、
れそうな人、怖い怖い怖い、バレそう。大きいわけじゃないんだけどね。よいしょ。ああ、ここ魚入ってんだね、この辺りに。こんなに魚反応がいいわけじゃないんだけど、これいい魚。よいしょ。はい。よいしょ。ああ、好調ですね、スイッチが。いや、このサイズの魚が、今のね、でかいやつだけだと、そんなになんかこう、すごいいいっていう感じじゃないですけど、これぐらいのサイズの魚がちゃんと釣れるっていうことは、魚が入ってて餌食ってる感じですね。で、こいつはフロント側です。完全にこのあのフロント側が口の中に入ってるんで、卵と食ってやろうっていう食い方ですね。わ、すごい、こんなとこ刺さってるのあんまりないですね。中から結構深いところに貫通してますね。珍しい。これがリア側です。で、フロント側がこう口の中に完全に入ってます。珍しいな。あ、なんか吐いたな。ちょっと餌吐いて、なんか何か口の中残ってるんで、これちょっと確認したいですね。よいしょ。スイッチで、ダイク何食ってたんだろう。でもなんか細かい何か食ってましたね。あんまりなんかはっきりした何かって感じじゃなかったんで、網でもないんだよな。網って感じでもなかったんだよな。はい、ということで、はい、ナイスダイク、うん、これ綺麗ですね。もうすぐ、まあ、この辺がピークかな。 18.3m、 さっきまではここを越えた後ですよね。背を越えた後の方がなんかに魚が食ってきました。もちろん背までにも多分魚はいて、食ってくるタイミングで食ってくるんだと思うんですけど、私一人なんでね、それがちょっと確認しきれてないので、だからまあ釣れたとこだけ流すんじゃなくて、多分背表でも食うはずなんで、流しては見ています。はい、背を越えましたね。今背裏です。背裏の釣りは あんまり得意じゃないんですけど、まあ、背のトップぐらいまで、今だから 18m ぐらいですね、背のトップがね。で、落ちて、あ、もう一回上がるか、もう一回上がるけど、20m ぐらいまで落ちます。そうなると、まあ、2m ぐらいか知れてますね。差は知れてるんですけど、その背裏、背のトップのところまでは必ず巻き上げるようにしましょうということです。今落ちき、どんどん落ちて 23m とかですね。だから 18m がトップだったので、そこから 23m、 だからそこの間に 5m 差があるんですよね。で、その 5m のと、 5m 上がったところに魚が浮いてる可能性があるので、それ以上に巻くということになります。そこからなんか追い始めるみたいな感じになるので、さっきまで、5m ぐらい巻いてましたけど、だから 10m ぐらいは上げないと、背裏の浮いてる魚は相手にできないということになるので、そういうやり方です。当たったな。 今変な感触ありましたけどね。今追った感じがあったけど、さっきまでの魚もね、前当たりというか、あの平らばらしい、ちょっとココンって当たってしばらく巻いて、その後本当たりになるっていうような当たり方をしているので、ちょっと巻きにしホールで食った、なんか当たったなと思ったらやっぱホールで食ったね。
ちゃんでした。やっぱりね、フォールなんてタイじゃない。よいしょ、ウゲちゃんでした。あ、まあこれもいいでしょう。たまにはね、違う魚も。グー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 くんでした。おー、中層に結構いる。食わんか。あ、だと、あ、くそ。出るでしょこれ、ね、反応したよね。あーっとっと、あーくそ、あーだから、あー、いやー今の、いや今のはちょっとくっそ悔しいな。いや今のは全然、今のでいいんだね。だ結構スローでも反応するから、あー中層の魚に合わせたのにな今。結構スローで反応するね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、まあ、ビッグフィッシュを釣るなら背の、そう、裏を釣れというような内容でした。まあ1枚ね、60近いサイズのタイが釣れたんですけど、これはまあ、結構ね大きな背があって、その裏側で浮いてる魚を釣ったというところでした。で、今までの経験からすると、まあ、そんなにね、よく釣れるわけではないんですけど、考えてみると大きな魚っていうのは、結構大場所の背の裏ですね、裏で釣れるよということが結構あります。でこの、まあ、背の裏っていうのはですね、まあ、縦の反転流っていうふうに呼んでるんですけども、まあ、島の、ね、横とか、ね、を抜けると、島を抜けたところで反転流が起こったりしてるのは、まあ、これ横の反転流、これに対して背があって、そこの背によって、縦方向に反転流が起こっているというようなところなんですね。でこういうところは餌が溜まりやすいということになるの で特に、ね、大きな魚は、すごくなんていうかな、まあ、怠け者というか、あんまりガンガン泳ぎたがらないような気がします。うん、でそういう状況ですので、背の裏っていうのは潮がどんなに速くても、まあ、ある程度潮が巻いててゆっくりできる。そして、上流から流れてきた餌がですね、そこに滞留するような、反転の中に滞留するような状況になるんだと思います。でこの縦の反転流、まあ、背の裏を釣るのに大事なことはですね、その背のトップ付近に餌が溜まるということになるので、水深に限らずその背のトップ付近のところまでは巻き上げる、そしてそれ以上に巻き上げるということが必要になってきてですね、ちょっと釣りにくいんですね。私も結構苦手なんですけれども、まあ、過去の経験からすると大きな魚が結構食ってくる可能性が高いなというのが背裏かなというふうに思います。うん、まあ、ですので、まあ、そういうところも考慮してですね、まあ、背裏をの中層ですねを攻略していくと、ビッグフィッシュに出会う確率が高くなるんじゃないかなというふうに思いますというところです。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録いただけると大変嬉しいです。釣りバカ3号でした。ではではまた。